皆さんこんにちは、佐伯啓太です。番組プロデューサーが語るシリーズ2本目の動画になっております。よろしくお願いします。この番組ラブラボ Q はですね、研究室の先生と子どもたちが中心になって、一緒におしゃべりしたり、時には遊んだりしながら研究のことや科学のこと、そして人生において大切なこと、そんなことを学んでいく番組になっております。詳しくは前回の動画でお話ししておりますので、そちらをご覧いただければと思います。今回の動画ではですね、番組の対象年齢、それから番組で取り扱うジャンルについて、そして最後に番組の楽しみ方、プロデューサー的にはこういう風に楽しんでいただきたいです、こういう見方がおすすめです、そんな話をしていけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まず一つ目、対象年齢ですね。この番組を作る上で意識しているのが、小学校4年生以上になってくると番組の大まかな部分がおおよそ理解できるのかなと、考えながら、意識しながら作っております。ですが、小学校の3年生以下の方にはもう見ないでくださいとか、理解できないのでやめた方がいいですよとか、そういったことでは、全くなくてですね、小学校3年生以下のお子さんになると、特に研究室の先生が登場される回、毎月の第1週目が研究室の先生の登場回になるんですが、その回において少し難しい部分も含まれてくるのかなと思います。ただですね、そういった子どもたちにもちょっと背伸びをしていただくといいますか、例えば、お兄ちゃんお姉ちゃんとかお父さんお母さんが少しサポートして、あげるような形で、子どもたちがわからないところもちょっと、隣でサポートしてあげながら、そういった形で子どもたちがこう難しいことに挑戦していくと、そんな機会にもしていただければ本当に嬉しいなとは思っております。月頭の回にしか基本的に研究室の先生は登場しないんですね。2週目3週目4週目は子どもたちがこう創意工夫してそれをゲームにしちゃったりとか、さらにはこう学びを深めていくような内容になっているんですが、その2週目3週目4週目の動画に関しては、小学校3年生以下の子どもたちでも楽しめる内容が、多くなってくるのではないかと思っておりますので、あんまりちっちゃい子どもだからちょっとうちの子は見れないのかなとかっていうことではなくてですね、動画をご覧いただいてですね、その中で楽しみ方をこう見出していただければ幸いです。そして、もう一つあるのが、大人の方にもですね、非常にこう、楽しんでいただける番組になっているんじゃないかなと思いまして、というのは、もちろん研究室の先生がこうお話ししてくださることの中に、大人の私たちにとってもすごく知らない知識であったり、こう学びがたくさんあるっていうのがまず一つあるんですが、それだけではなくて、こう子供たちが頑張ってる姿っていうのは、もう私も大人になったななんて思うんですが、そういう姿を見てすごくこう刺激を受けたりとかですね、逆にこう癒されるななんていう感じで見られたりもするもんですから、そういった見方をしていただくのもよし。そしてもう一つ、あるのが、子どもたちっていうのは本当にこう無限の想像力といいますかね、発想力がもう豊かなところがあって、大人になればなるほどある意味それがこう社会の荒波の中で鳴らされてしまうといいますかですね、悪い意味でもこうなんとなくこう思考が限定してしまうところがあると思っているんですね。そういったところをこう子どもの無限の想像力に触れることによって、なんとなく自分の感性や想像力も豊かにしていくと、子どもたちから学ぶこともたくさんあると思いますので、そういった意味でもぜひ、子どもから大人まで、一緒になって楽しんでいただければと思いますし、老若男女問わず楽しんでいただければと思っています。2つ目、次に番組で取り扱うジャンルについてお話をしていきたいと思います。研究者とか研究室っていう風に表現すると、あるいはこう科学という風に、お話しすると、多くの方はこう小学校の教科でいうところの理科ですよね、
理科ですとかそういったこととこう置き換えて想像される方が多いと思うんですが、この番組で取り扱うジャンルに関しましては理科には限りません。あらゆるジャンルが対象になってきます。4月の、ゲストの先生は色彩学という研究をされている先生だったんですが、5月は生物学、それから6月は科学は科学でも、化学の先生になるんですが、いわゆる科学というのはですね、自然科学、社会科学、人文科学とこういろんな、ジャンルが含まれてくるものなんですね。そして、研究者の方の研究内容というのも、そこに付随して哲学であったりとか、政治学であったりとか、国際的な問題とか本当にありとあらゆる分野の研究者の方がいらっしゃいます。ですので例えばこの番組はこう理科でありこう実験とかそういったことを中心に、やっていく学んでいく番組というわけではなく、そういったこう世の中のありとあらゆるテーマを研究されている、先生方から多くのことを学びながら、こう世の中のありとあらゆるものがこう研究対象であって、そういったことを日夜研究されている方がいて、こう科学というのはこう無限の広がりがあるんだなということを、想像していただける、そんな番組にしていきたいと思っています。最後に番組の楽しみ方についてお話ししていければと思います。この番組はですね、例えば4月の1ヶ月間であれば色彩と多様性という一つのこうテーマがあります。その、テーマに沿った内容で1ヶ月間こう流れのあるといいますか、こうつながりのあるストーリーでなんとなくお届けをしていくという構成になっております。ですので1ヶ月間こう毎週できれば継続してご覧いただきながら、かつそういえば先週の先生はこんなお話をされてたなぁなんていうことをなんとなく振り返りながら、継続して見ていただけるとより一層こう楽しみが増すとかですね、考えが深まるとかそういった効果が得られると思いますので、ぜひこう続きで継続してご覧いただければと思います。とはいえもう本当にこうかしこまって、はあお勉強だよし見なきゃ見なきゃっていうことではなくてですね、もう気楽に楽しんでいただくのが一番だとも思っておりますので、楽しみながらご覧いただけるのが一番だと思っています。そして、最後になるんですが、そんな、そうは言いつつもこんな楽しみ方をしていただければ本当に嬉しいなという思っていることが一つだけありまして、それはですね、こう番組を見ている間だけこのことに触れる、こういった研究や学問科学に触れるのではなくて、こう番組を見終わった後に例えばそういえば誰々先生がこんなこと言ってたけどちょっと気になるから外に出て確かめてみようとかですね、芝浦工業大学の日高先生が第1回ゲストとしてご出演してくださったんですが、日高先生がこう虹の話をしてくださいました。街へ出てこう虹がかかっている様子を見た時にですね、普段と同じようにああ虹があるな綺麗だなっていうだけではなくて、あの虹は、何色なのかちょっと改めて考えてみようとかですね、番組を離れた時もその学びを継続していただければ本当にありがたいなと。学びを継続っていうとちょっと堅苦しいんですが、例えば第2週目では色一致ゲーム、色を一致させるゲームですね、もうただただ楽しんでできるゲームをちょっと考えてやってみた回があるんですが、そういったゲームをこうお友達と一緒にやってみるとかですね、そういった中にもいろんな気づきが得られるチャンスになってくると思いますので、番組を見ている瞬間だけではなくてそこを超えた、そこを過ぎた、日常生活の中にこの番組で学んだことがこう息づいてくると、それは最高の楽しみ方になってくるんじゃないかと思います。ではまた次回番組についていろいろお話ししていければと思います。番組プロデューサーが語るシリーズも今後ともどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。